じゃあ、いよいよメインイベントの方進めましょう。何やかんやでずっとすっかしましたけど。だから、これじゃないんだってば、私が話してる本は、そうは申されましても、何でもお客様のお求めの本かどう、がどういう、どういったものか、私どもに分かりかねますので。だから、さっきから言ってるでしょ。ハートよ。ハートに関する本を探してるの。ですから、それはどのような意味のハートでしょうか。恋、愛、心、思い、命、形、心臓。ハートといってもその意味は様々ですので。それが私もよくわからないから困ってんのよ。ざっくり説明すると、救われない魂を慈しみねぎらう寛大な心よ。ざっくりな割にはすげえわかりにくい。え、でしたら、まずは私どもにねぎらってもらいたい。むきー、いい度胸ね、あんたたち。何かお探しなんですか？だったらチップここには詳しいですのでわかるかもしれないのです。あなたは？ああ、あなたはチフシー様。様？はい、この方はこの島が一般公開される前に200年ほどにわたってこの館を管理されていた方でございます。200年？ってか管理？まあ管理していたつもりはないのですけどね、管理っていうか監禁なのです。チフシー、お主は一体いくつなのじゃ？インディーさんにそのままお返しするのですよ。まあ、ここにいる連中はほとんど年齢層っつうか、ほとんど関係ねえやつばっかだしな。え、そうなの？僕は58歳だよ。なめな、お主そんなに年長者だったのか。年長者だったのか。竜は人に比べればかなり長命だからな。翌竜の53、58歳って言ったら人の13歳くらいだぞ。なんじゃ、それなら安心したぞ。そういえば先輩っていくつぐらいなんですか？俺様か、めんどくさくなって途中から数えてないからな。精神年齢は15歳くらいなんですよ。お前は言うな。そんな低くないぞ、それを言うな、チップだって。チップが何ですか？あ、いや、その。まあ、みんな結構年はいってるよね。一番年上は僕みたいだけど。え、そうなの？おい。はい。お前らの精神年齢とかどうでもいいからよ。あいつらどうにかしてやれよ。あんたから声かけたんだろうが。あ。もういい？失礼しましたんですよ。それで一体どういう事情なんですか？何でもハートについての本を探しだとか。そうなのよ。私はマジリカって言って、ハートの専門店を開いて魔女なんだけど、こないだ厄介な依頼が来ちゃってね。はいはい、私も交えた。それでお姉ちゃんとそのハートの手がかりを探してここに来たの。姉妹で同じ名前ってややこしいな。姉妹じゃないから。この子のことはちびまじでいいわ。ここならたくさんの魔導書が揃ってるかと思ったんだけど、なかなか見つからないのよ。まあ、ここの本はチップも読み尽くすのに200年かかりましたしね。これから、それからまた量が増えてみたいですし、簡単にはいかないのですよ。ええー、せっかくこんな遠くまで来たのに。でも方法がないわけじゃないので、それをお伝えしますか。奥間に移動しましょうですよ。時々、ああ、厄介な客が来るか困るんですよね。私たちは人ではありません。主人が手元にあった家具を人型に変え、刺激してこの島を管理しています。セリフはもう変わんなく、あ、いえ、寝てないですよ。さっきの、ほら、あれです。腹の虫が泣いたってやつでして。だからその、これ差し上げますので、リサー様には内緒にしててください。え？
基本的に変わらないのかな、あの師匠ぐらいかな。ここら辺は話してるか。なんかな。じゃあ奥の方行きましょう。ここですね。いくつか戦闘が起こりますけど、まあこれはしょうがないです。イベントなんでね。何ここ変な部屋だね。ここは資料召喚室なのですよ。資料召喚室。はい、まじまじさんもこの、ご存知の通り、図書館島には数え切れない本があるのです。二人まとめて呼ばないでよ。まあ一応まじまじって正式というか公式には出てますけどね。とにかくそういうたくさんの本から欲しい本を探すときに使うのがこの部屋なのです。探している本のことを思い浮かべながら中央の水晶に触ると該当する本が召喚されるんだぞ。おう、それは便利じゃの。でもよ、本人も漠然としか探している本のことがわかんないがどうすんだ。本の題名とかわかんねえんだろ。そんなの、どうするお姉ちゃん。だからお姉ちゃんと呼ぶな。何せやってみるしかないんじゃない？こんな大量の本から探すよりマシだもの。じゃ、どうぞ。じゃ、触るわよ。わ、本が、でも、ずいぶんたくさんあるよ。マジさんの思い浮かべた内容に当てはまりそうな本がこれだけあったってことなのです。それでもこれだけに絞れたってことでしょ？助かったわ。これならすぐに使うね。こうがそう簡単にはいかないのですよ。え？ここの本はとってもプライドが高いのです。本棚で眠っていたところを呼び出された上、本違いでしたってなると怒るのですよ。でも中身を確かめないと探してた本がわかんないよね。だから本を開くときはよく覚悟して開いてくださいなんですよ。めんどくさい。じゃあ頑張ってください。ちょっと待って。はい。ここまで来たんだし、最後まで手伝って。だってこんな量私たちだけで相手できそうにないんだもん。そんなわがまま言わないの。ごめんなさいね。ここまで案内してもらっただけでも十分なのに、このアホが。アホじゃないもん。まあまあ、困った時はお互い様なんですよ。チッたちでよかったらお手伝いしますですよ。本当、ありがとう。っていうか、ちびまずい、チビシーたちに謝りなさい。無理やり手伝わせようとしちゃってごめんなさい。そんなの全然気にしてないのですよ。困った時はお互い様なんですから、お互い様、ね。ありがとう。絶対なんか狙ってるぞ、こいつ。